はい、ユーテクスです。このチャンネルはですね、多肉専門バラエティということで、多肉植物の紹介をしたりですね、またお店に密着をしたり、またですね、楽しい企画満載ですので、よろしければね、チャンネル登録をしてご覧ください。はい、じゃあね、今回何をしていくかと申しますと、前からね、ずっとお伝えしてきました、アロエ専門店のアロエリットというね、お店を立ち上げて、イベントのね、出店が決まりましたということをね、お伝えしていたんですけど、これね、また、主催者さんの方からね、宣伝の方の許可が出たので、この動画はね、この、イベントの出店のお知らせをしていきたいと思います。まずね、このお知らせが1点目です。とね、2点目が、このね、出店にあたって、今ね、どういったことをしているのかっていうところをね、皆さんにお伝えをしていきたいと思っています。じゃあね、早速なんですが、イベントなんですけども、ね、僕の、住んでいる地域が、東海地方でして、出店するのはですね、令和5年の5月7日になります。5月7日です。ゴールデンウィーク、まあ最終日っていうんですかね、一般の方からするとね、最終日、日曜日になります。はい、この日ですね、愛知県の、竹豊町というね、夢太郎プラザというね、ホールがあるんですけども、こちらのお外、東側のですね、広場でですね、芝生広場フェスというね、イベントが行われます。この中でですね、アロエリットということで、アロエ専門店として、出店をさせていただくことになりました。はい。これ実はですね、僕はですね、この植物の事業の他に、音響の事業をしているんですけど、このね、いろんなこのホールの人か方とね、すごく仲良くをさせていただいておりまして、今回ね、この主催の方ともね、普段からすごく、仲良くさせていただいてて、すごく大変お世話になってるんですが、ね、以前ね、ちょっとこの、アロエリットを立ち上げるので、このね、ぜひね、この出店をさせていただけるようなイベントってなんかないですかねっていう相談をしたところ、もしよければいいのあるよっていうことで、今回ね、この、芝生広場フェスというね、イベントに出店させていただく形になりました。本当にね、ちょっとした会話からまさかね、本当に出店ができるかっていうので、ちょっと本当に驚きだったんですけど、本当にね、今回ね、こういう、ね、機会をいただいて、まずね、本当にね、初出店っていうところなので、今回この本当に初出店がどうなるのかっていうところと、今まだね、本当にね、準備段階なので、これもう本当にものすごくいろいろとね、準備することが本当によほどあるんですよ。で、本当に今まではこうね、自分も植物が好きになって、いろんなイベントも行くようになって、お客さんとしてね、いろいろとイベントに行くのが、これからはね、この出店者、として、これからね、こうやってイベントで、どん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 とね、いろいろと経験を積んでいく、この、まずね、第1回目になります。なので、もうね、もう、いろいろなトラブルとか、いろいろとね、もしかしたらお客様にいろいろなね、迷惑をおかけしてしまうかもしれないんですけど、もうね、精一杯ね、ビューレックスが、ね、この、アロエリット、アロエ専門店、皆様にね、ちょっとね、今回この愛知県っていうことなので、これなかなかね、これご覧の皆さんいろんなね、全国各地の方いらっしゃると思うんですけど、このね、ぜひ東海地方とか、住んでる方、もしもね、ご都合よろしければこの5月7日ですね、ぜひ、このイベントをお越しください。このね、イベントの詳細とかですね、もうですね、この、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。で、また僕、ね、インスタグラムもやっておりますので、ぜひね、そちらの方もね、ご覧いただいて、このね、チラシとかも貼っておくので、ぜひね、楽しみにしていてください。で、ここで大事なんですけど、このね、芝生広場フェスっていうのはですね、このね、多肉専門イベントではないです。はい。なので、こう、音楽イベントであったりとか、キッチンカーが来たりとか、あと当日はですね、なんかシートとかを持ってって、ね、芝生のところでね、ちょっとしたピクニックみたいな気分で、少しね、のんびりと過ごせるようなね、イベントとなっておるみたいなので、このね、皆さんぜひね、この最終日、ゴールデンウィーク最終日に、まあちょっとのんびりとしようかなっていう感じで、ちょっとね、気軽にこう遊びにね、来てくださるとすごく嬉しいです。はい。でね、この、今までこの、イベント出展ということで、いろいろと告知をさせていただきました。はい。で、続いてこのね、イベントにあたっての準備っていうところを皆さんにね、お伝えしていきたいんですけど、これ本当にね、僕は今まで、お客さんとしてイベントにね、参戦をしていたので、これいざ自分が出展者として、ね、イベントに出るっていうことになると、こんなにも大変なのかっていうのをね、今ね、本当に時間が足りないっていう感じです。1日24時間じゃ全然足りないから、ちょっとね、睡眠時間を減らしてでも今ね、いろいろと準備をしているんですが、
まずね、やはり大事なのはね、植物ですよね。お客様に手をね、取っていただく、この植物。まあ、アロエ専門店ってことなので、アロエになるんですけど、今ね、皆さんにね、この前にご覧いただいているアロエもね、またいくつか、ね、持っていこうかなと思っています。はい。で、やっぱりね、アロエといってもですね、本当にね、今までいろんな動画でお伝えしてきましたが、アガベとか、サボテンとかですね、リッティアとかに比べると、アロエっていうのは本当にいろいろなね、形状があります。はい、もうね、まず今いろんなね、パッと、アロエっていうのね、イメージを皆さんしていただくときに、もう緑色のね、なんかキラチアロエとか、まあベラとか、まあね、とても有名ですけど、まあそういったね、イメージを持ってる方いると思うんですけど、実際ね、今目の前にアロエとかですね、こういったね、タイプ、小さいアロエにちょっとね、まあ、斑入りではなくて模様ですけど、こういったね、模様がついているアロエのタイプもありますし、こういった感じですね。こういった感じで、緑ではなくて、ちょっと青っぽくて、で、巨種のね、葉の部分が真っ赤であったりとか、本当にね、アロエというのは本当に様々あるので、もうね、お客様がそれぞれね、自分の好みとか、あとね、ちょっとビビッときたアロエをね、こう、出会えるといいなっていうのがね、このアロエリットの立ち上げた、このね、一番のテーマなので、こう、ぜひね、本当にいろいろなアロエを、目にとって、目を通して手に取っていただいてね、ぜひね、また皆さんのね、ご自宅にね、届けるようにね、これからもね、今、本当にアロエをね、いっぱいいっぱい、すごくね、いろいろなところのお世話になっている生産者さんのところとかですね、のところにね、行って、実際に自分で仕入れて、準備をしています。はい。なので、まずね、この植物の準備をしているというところで、皆様のね、お客様にね、それぞれが、こう、喜んでいただけるアロエをね、今、準備をしている段階です。で、次がですね、このね、やっぱり、出店ってなるとですね、本当に、いろいろなお客様とか、本当にね、特に素人の方というか初心者の方もいれば、こう、もう多肉植物とかアロエをすごく好きな方、もう本当にいろいろな方がいると思うので、もうね、僕自身も本当に今ね、アロエというのは本当にいろいろな品種が多くて、もう原種だけでもものすごい数だし、今はハイブリッド、交配種とはですね、もうすごい数があるので、もうそういったところを全て覚えるっていうのはね、なかなかもう現実的に難しいんですけど、やっぱりね、こう出店者として、お客様にね、アロエを手に取っていただいたときに、自分がね、しっかりとそのアロエのね、良さとか魅力をね、お伝えしなければね、やっぱりお客様も、せっかく手に取ったのに、このアロエってなんだってなっちゃったらね、意味がないと思ってるので、僕もね、今本当にいろいろなね、アロエの勉強とか、その品種ごとの、栽培方法とか、そういったところもね、日々研究をしながらやっております。なのでね、ぜひこう、イベントにね、もしも来てくださる方、ぜひね、このアロエを手にした時ね、ぜひいろいろなね、お話をください。そしてね、いろいろなアロエトークをしていきたいと思いますので、でね、僕よりも全然、もう苦労と言いますか、もう詳しい方もね、もう背中を叩いていただいてもいいので、本当にね、まだまだもう第1回目のね、出店となるので、もうまだまだね、もう本当に僕もある意味出店者としては、こうね、まだ初心者と言いますか、まだまだ未熟者なので、これからね、皆さんとね、一緒にこうやってね、いろんなイベントを通して、こういったアロエトークとかをして、僕もね、アロエのね、もっともっと知識を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、このね、ここの準備っていうのは、本当にね、出店者さんごとに、本当にね、日々ね、こんだけいろいろなね、準備をしてるんだなっていうのをね、すごく、実感をしました。なので僕自身もやっぱりね、こういった多肉イベントとか、植物のね、こういったイベントにね、参戦をするときは、本当にやっぱりね、まさにやっぱ出店者さんって、すごいなっていう感じがしますね。本当にここまでのね、ことを、いろんな準備をね、時間をかけてやってるので、やっぱりね、植物っていうのはね、やっぱり大切に育てていきたいなっていうのね、今身に染まって思ってるので、ぜひね、このね、今回イベントに来てくださるお客様にもね、そうやって植物を、手に取っていただいた方にはね、ぜひね、そうやって大切にね、育てていただけるようにね、僕も頑張っていきたいと思っています。はい。まあ、今回ね、まあ、こういった感じで、もう、5月7日ですね、ゴールデンウィーク最終日日曜日になります。愛知県の知多郡竹豊町ですね、にある、夢太郎プラザっていうね、ところなんですね。東側にある、芝生ですね、に、芝生広場フェスというね、イベントがあります。こちらですね、アロエリットの、
出店がございますのでね、ぜひお時間のある方はですね、ご都合つけて来てくださると嬉しいです。はい。まあ、今回ね、こういった感じで、ちょっとね、イベントの告知をさせていただきました。ようやくね、この告知ができてね、僕もちょっと一安心というところなんですけど、本当にね、5月7日まで時間がありそうでないので、今ね、またこの動画を撮り終わった後は、またね、ちょっと今からね、今夜なんですけど、ちょっとね、また植え替えをしたりとか、ね、ちょっと準備を始めていきたいと思っています。はい、今回ね、こういった感じで告知となりました。これからはね、またこのアローエディット、いろいろとね、イベントの出展とかですね、またこれからネットの販売とかもしていきたいので、準備していきますので、またね、そちらの方も、どんどんとね、動画の方で取り上げていきたいと思いますので、ぜひね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、今回もね、この動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、またイベントでお会いしましょう。